皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転士の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、西鉄太宰府線の終点太宰府駅です。かつて九州を統括していた機関太宰府からこの駅名が付けられました。このチャンネルでは約5年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々300駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さんやご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速太宰府天満宮へ散策しに行きましょう。太宰府駅を降りましょう。終端式のホームに改札は1箇所です。随分と豪華な構えですね。そして向こうには一覧、バスターミナルにバスが止まっています。人の流れ的に向こうの方に行けば太宰府天満宮があるのでしょう。ひとまず進んでいきましょう。初詣のピークを過ぎてもやっぱり参拝客はたくさんいらっしゃいますね。鳥居が 1,2,3 3つくらい見えます。すべての鳥居でお辞儀しましょう。靴メーカーは分かりませんが、鳥居の足元でさあもっともっと中に入っていきましょう。飲食店、お土産屋さん、雑貨屋さんいっぱいあります。次の鳥居が見えてきました。いつも通り鳥居の足元で、次の鳥居と思ったらこっちですね。3つ目、2つ目を曲がって3つ目の鳥居も、赤い欄干の橋が見えてきました。橋には栗さん、煮干しさんがいます。下は池ですよね、川ではなくて。足元に注意して階段を降りましょう。橋は一つだけではなくてもう一つあります。こちらにも煮干しさん、足元に注意して上り下りしましょう。4つ目の門に天満宮と書いてあります。足元で、大きな大きな門が見えてきました。向こうでお猿さんの演目をやっています。こちらの手水舎で手を清めて楼門です。払い門って書いてありますね。汚れを払ってくるのでしょうか。大きな楼門をくぐって奥に見えるのが御本殿です。ですが近くまでは行けそうにないようですね。少し手前でストップ。
境内の東側に九州国立博物館という建物があります。そしてなんとこっちを見ると太宰府遊園地、そうなんと遊園地があるんです。時間があれば入りますけどね。さあ今回の由来機構皆様いかがでしたでしょうか。福岡県の観光名所の一つ太宰府天満宮へ参拝しました。もう少しピークから外れればゆったりまったり参拝客の少ない中参拝できるでしょう。福岡天神からも西鉄で来ることができます。皆様もぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所行きます。どうぞ皆様よろしくお付けください。それではさよなら。